パーリンカは、ハンガリーで作られる、果物を原料とする蒸留酒である。なお、ハンガリー国外で作られる、同様の蒸留酒は、パーリンカを名乗ることはできず、フルーツブランデー、追加、ラキアなどと区別される。語源はスロバキア語で、燃やすを意味する、ペイリンカ、パスカルルカ、さらに元は、スラブ語の、パリットから。素材として使われるフルーツは、様々なものがあるが、 最も一般的なものはプラムで、ついでリンゴ、洋梨、チェリー、アプリコットなどがある。基本的には、素材の果物名、パーリンカの名前で分類される。オンザロックや水割りなど、冷やしたり薄めたりする飲み方は、香りが立たないため、一般的にはストレートで飲まれることが多い。ハンガリーでは、ショットグラスに注いだ、パーリンカを一気に飲む飲み方がよく見られる。ただし、 アルコール度数が強いため、グラスに室温と同程度のパーリンカを少量入れ、香りと共に楽しむ飲み方も一般的である。適度に温度が上がると香りが立つので、グラスを手のひらで包み込むようにして温めながら味わう、ことでより香りを楽しむことができる。ただし注いだ時から十分に香りが強いため、ブランデーとは違い、香りの変化は少なく温めずとも、 果物の香りを楽しめるので温める必要はない。製法は一般的なブランデーと同様である。パーリンカの品質は使用する果物の品質に大きく影響されるため生産者は良質の果物を厳選する必要がある。果物をペースト状にする。この時種のある果実は種を取り除くことが一般的であるがこれは上流後に毒性のある シアン化合物が残らないようにするためである。蒸留所や作り手によっては種を残す場合もある。次に、これを発酵させる。果物によっては、この際に、クエン酸や、酵母などを添加する必要があるがこれは、パーリン化法で制限される添加物には含まない。この時室内の温度は14摂氏16度が、理想とされ、発酵期間は蒸留所によって異なるが2週間前後が、 一般的である。発酵が終わった後に、これを蒸留器へ移す。この時にろ過はしない。上流回数は2回で作ることが多く、1回目の上流では主にアルコール分を、2回目の上流では果物の香りを抽出することが目的とされる。一般的な蒸留酒と同様に生成物のヘッド、ハート、テール部分で分ける。この時の分別具合は作り手によって異なるが、 前半部分は有害物質が多いため使用せず破棄することが多い。蒸留酒によっては廃棄せず次回の生産時に混合することがあるが、パーリン化はパーリン化法によってこれができない。蒸留後のアルコール度数は80%ほどあるが、加水し、アルコール度数を40%から60%ほどに調節した後に熟成をする。この時の水はろ過し、 よりクリアにしたものを使用する蒸留所が多く、加水した後にもう一度ろ過してから熟成を行う蒸留所もある。熟成は損で行うものもあるが、一般的にステンレスタンクで行われるため、完成したパーリンカは無色透明になる。この場合は損の香りがないため、純粋な果物の香りを楽しむことができる。木の香りによって、 果物の香りが楽しめないという捉え方をするため、損熟成したパーリンカを嫌うハンガリー人もいる。EU の法律に基づき制定された法律でパーリンカの定義が明確化された。ハンガリーで栽培された果物から発酵、蒸留し、作られたもので、その他一切の材料を添加してはいけない。ハンガリーで栽培、発酵、蒸留、瓶詰めしなければならない。 アルコール度数が37.5%から86%の間でなければならない。濃縮されていない果汁とドライフルーツは添加することが認められており、ドライフルーツは発酵段階では使用できないが、熟成の段階での使用が可能である。ベキシーサルベイパリンカゴンシーバーフパリンカケチャカメイティバーフパリンカサバルキシーアルマパリンカサトマリー。 サルベイパリンカパネンハルミートーコリパリンカジフハートイメギパリンカゴーシエシージーコーテパリンカ1989年欧州連合でスピリッツの原産地保護である PDO 及び PGI について統一する規制を確立1997年ハンガリーにて商標及び地理的表示の保護に関する法律が施行される1999年 サトマリー・サルベイ・パリンカがハンガリーで初めて上記の商標及び地理的表示の保護に関する法律の適用により原産地の保護を取得。EU 加盟のプロセスの中でハンガリーは EU におけるパリンカ、トーコリパリンカの原産地故障の保護を申請する。2002年12月、パリンカ、トーコリパリンカが EU において原産地故障を認められたため、 ハンガリーの固有のものとして保護される。2004年5月1日ハンガリーが EU に加盟する。2004年ハンガリーにおいて生産方法を具体的に示した最初の本格的なパーリン化法が施行される。2008年 EU において上流種の定義、説明、表示、ラベルの調布、地理的表示の保護に関する規則レギュラシオン110-2008が発表され、 表議会規則、カウンシルレギュラシオンナ、no. ンバーワン576、89? が廃止される。2008年ハンガリーにおいてレギュラシオン110、2008を参考にし、パーリンカーク祭が改定される。2019年上期の規則が改正され、新しい規則レギュラシオン2019、787が施行される。大きな改正点は、 原料である農作物とエチルアルコール及びメチルアルコールの含有量に関する部分が明確に定められたことである。戦術の規則レギュラーシオンナンバーワン10-2008は廃止となる。ユーロレックスから3 2 0 0 8 r h 1 1 0アンユーロレックスアーレックスヨーロッパ EU2019 年11月7日閲覧。 ユーロレックスから3万19 1989R1576 アンユーロレックス。アーレックス、ヨーロッパ、EU、2019年11月7日閲覧。レギュラシオン2019、787、オブザヨーロピアンパーラメントオブザカウンシェルオブ17、エイプリル2019オンザディフィニション、ディスクリプション。 presentation and labeling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labeling of other foodstuffs, the protection of geographical indications for spirit drinks, the use of etching alcohol and distillates, of agricultural origin in alcoholic beverages, and re-e-peeling regulation number 110, 2008 h t t p コロンススララッッシュ d a t ー e u r o ッ a e u スラッシュエリースラッシュレギュラースラッシュ2019スラッシュ787スラッシュオイスラッシュ ENG2019 年11月7日閲覧。ありがとうございます。